はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下達です。本日のサウンドチェックこちらです。ズーム社提供ズーム G2YNU、A の8番まで来ました。ジュースですね、はい。ちなみにズーム社 G2YNU こんな感じです。マルチエフェクターですね、サンプラーですね。1台持ってると何かと便利かと思います。はい、今回使用するギターは、ギブソンレスポールスタジオです。はい、ゴールドトップなんですが磨きすぎて、ただの茶色いレスポールになりつつあります。ギターを手にしたらですね、スケール練習ですね、6弦3フレットからゆっくり奏でましょう。中指で始めます。はい、中指に入れ替えましょう。なぜ中指に入れ替えるかというと、2オクターブを全く同じようにして奏でられるからです。はい、加工してみましょう。はい、最初はこれ繋がらなくても全く問題ありません。はい、慣れてきたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。このスケール練習で何が鍛えられるかというと、小指と薬指です。はい、人間の指はですね、小指と薬指が別々に動かすことが基本的に難しくできています。はい、人差し指、中指はこう動かせても、こう順番に動かしていくと小指と薬指がなかなか、順番に動かすことが難しいと思うんですね。まず一つには筋力を鍛えることです。脳から出た、信号はですね、結局、電気信号となって、筋肉に伝わるので、筋力がない限りそれを動かすことは不可能です。なので最低限の筋力をつけましょう。そのためにこのこれただの力技かというとそうではなくてコツなんですね。一つ必要なのは角度です。私は小指が短いので、加工の際ですね、こういった加工の際に加工を使っております。ジョン・マフリン加工とはですね、指の角度の方なんですね。小指が短いんでしょうがないんです。はい、手の恵まれた方はですね、どんな形でも、加工していけると思うんですけど、私は小指が短いので、ジョン・マフラクリンの手の角度、この角度を探す旅でもあります。スケール練習は、自分の一番疲れない角度で、指を動かす。そうすると手が疲れない。そうするといい演奏ができるということですね。はい、次にですね、パーカッシブな要素の入ったギターリフを学びましょう。やりますね。はい、ここでは、イエスのロンリーハート、歪んだギターで前衛ナンバー、びっくりしましたね。名曲です。行ってみましょう。はい、途中で出てくるですね。
にね、ギターがそのパーカッシブな要素を生み出す、リズミカルな要素を生み出す要素として非常に重要です。次にですね、ランディ・ローズが奏でたミスター・クローリー、これはですね、パワーコード、ルートとコード、パワーコードにメロディーラインをつけた、ご自身でリフを考える際の参考にしてください。ワン・ツー・ワン・ツリフで重要な部分、一つはですね、ランディは1回目オンビート、2回目はともたらしてます。これなぜこうしてるかというと、オジーの歌いやすいように導いてるんですね。ギターはあくまで伴奏楽器であって、ボーカルが歌いやすいようにオジーがもたらせ気味に歌うんでね、ランディはそれに合わせて2回目をもたらしてるんですね。そういった気遣いはギタリストにとって非常に重要なことです。もう一つは、これを焦ってとしないで、ためを作って、大丈夫です。あなたのギターは、この小説の中どう使おうがあなたの自由なので、やるよりももたったとしても、はい、ゆっくりと奏でた方が余裕があるように見えます。実際音としても、その方が余裕があるように聞こえるので、こういうところはゆっくり弾きましょう。そしてギターソロが弾きたくなると思うんですが、練習しましょう。頑張って。はい、ここではファイナルカウントダウンというギターソロを学んでいきましょう。はい、ゆっくり丁寧に奏でましょう。いろんな要素が入ってるんでね、とても勉強になると思います。このギターソロ、開放弦を含まないために一押しで使います。となります。オリジナルキーはこれですね。となります。はい。という楽器は、歌謡弦を含まない場合、水平移動するとどの調にでも対応できるので、こういったギターソロは非常に便利なんですね。そしてギターを奏でる上で非常に重要なことです。それはですね、弦と指が離れている時間をなるべく短くする、弦と指が絡み合うようにね、動かすことです。オーバーアクションにならないように、奏でていきましょう。課題曲としてエンゲーマンの広島の名前を簡単にしたものです。
今回使用したギターはギブソンレスポールスタジオでした。はい、ギターを選ぶ際ね、レスポールか、スタートキャスターが悩まれると思うんですが、私はレスポールが、好きなんですが、正直言ってレスポールの方がちょっとややこしいんですね。ネックの部分が接着してあったり、まあ、ここに曲げ加工がしてあったりね、ギターとして完成するまでに時間がかかるんです。手間がかかります。手間のかかる子です。はい。なので、ギターを学ぶ際ね、どちらの方が、学ぶことに適してるかというと、それはストラトキャスターの方です。手間がかかりません。はい。簡単なんですね。ネジぐるぐるぐるって回すと、大体まあプラスドライバーぐるぐるぐるって回したり、あとはまあフロイトローズとかまあスプリングだったとしても、大体ぐるぐるやってるうちに合うんですよ。なんとかなる、頑張ればなんとかなる。それがストラトキャスターなんです。でレスポールさんはですね、これもギブソンのですね、ギブソンのエンジニアさんがいじらないとちゃんとならないんです。で、ギブソン、例えば黒沢明さんだとね、ギブソン本社まで勉強に行ってます。いじり方の。それぐらい扱うのがめんどくさいのが、レスポールなんですね。はい、なので、私も正直言ってね、よくわかってないですよ、レスポールのこと。ね、もう、ギブソンさんにお任せです。はい。だってわかんないんだもん。このとこ接着してあったりね。なので、学ばれるんだとストラトキャスタータイプで学ばれた方が、ただ練習するんだよね、合理的にレスポールよりできているので、ね、私はレスポール好きですが、それとは話は別でね、学ぶのであればストラトキャスター、壊れてもネジでバーンってつければ治るんで、安心して持ち上げる際もね、使えると思います。はい、私は現在こちらのテロップです。横浜でございます。シアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。私のご指名いただいても結構ですが、まああまり人気はないです。理屈っぽいのと、あとは、スケール練習、サニオクターブのスケール練習しましょうとかね、あんまり面白くないでしょうね、レッスンとしてね。はい、なので、今ついてきてくれる生徒さんをね、とても、大事に徐々にね、階段を登っていただくためにいろんなプログラムを考えております。はい、日夜、はい、横浜シアミュージックではね、ボーカル、これ特に強いです。そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、声優さんとかですね、そして DTM、全ての分野で、教えるスペシャリストです。そして演奏もレベルも非常にクオリティが高いです。何かね、道に迷ったり、ちょっとこれ以上は自己流では無理だなと思ったらね、横浜シアミュージックにご連絡くださいませ。私はギターが担当でございます。はい、横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。それではギターストシンガーソングライターの竹下達でした。